そのヘギョは、大韓民国の女優、モデル。テグコーイキシ出身。清掃大学映画芸術学科中退。1996年、衣類モデルの選抜大会で大賞を受賞。ファッション雑誌や CM でモデルとして活動した後、KBS の初恋でドラマデビュー。ドラマ、秋の童話の運送役で人気が上昇した。フルハウスでは共演した R&B 歌手のレインとの、 コンビも人気を集め、KBS 演技最優秀大賞、ベストカップル賞などを受賞。2005年、僕の世界の中心は君だ、で映画デビュー。2007年、韓国人として初めてファッション雑誌、防具の表紙を飾った。2010年12月14日、米映画専門サイトインディペンデント・クリティックスが発表した2010年度版の 最も美しい顔トップ100で18位と、韓国人初のランクインとなった。2014年8月、2008年から2011年までの3年間に、約25億5000万ウォンの申告漏れがあったとして、追徴課税された。孫は2009年、模範納税者に選ばれていた。孫は、税務代理人による申告に問題があったことを、全く認知していなかったと釈明している。 孫平行2016年3月、三菱自動車から広告出演依頼を受けたが、第二次世界大戦中に韓国人を強制労働に動員した問題で訴訟中の先般企業だからという理由で断ったと交渉を代行している広告会社が明かした。2017年7月5日、連続テレビドラマ、太陽の末裔で共演した孫順義との結婚を発表し、 同年10月に挙式したが、1年8ヶ月後の2019年6月27日、離婚調停手続きに入ったことを公式に発表した。2019年1月2日、女警徳と共に、韓国の歴史というウェブサイトを開設。4月には、女と共同で、中国、上海にあるイ、ウンホウ放棄記念館に、浮き彫り作品を寄贈した。ありがとうございます。